さんのこうちょっと力強いキャラクターで、うん、こう愛人とこう温泉に行ってるんだけど、うん、その愛人に対してもあなたっていう感じじゃなくて、うんうんうん、こう浅見テイストというか、ちょっとコメディーっぽいところもありました。そう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 、あれがなんかすごい楽しくて、うんうん、でも正直あのああいう感じのそのコメディーの度合いとか、ああいうあんぐらいが一番やりやすいですね、うん、私、うんうん、いやでもやっぱり女優によって解釈変わるなっていうのは思いますよ。ああいうの書くとより思いますよね。まあ、ものすごい違和感がありましたね、前半の語りとかが、うん、ああこの役はこうなるんだと思って。喧嘩してるな、仲いいカップルのなんていうんですか、のろけ喧嘩じゃないけれど、なんかそんなようなニュアンスを含めたはずだったんですけど、何言ってんのとかって浅見がやると本当に怖いな。いやあれが良かったの。ああなるほどね。あそこまで男と男に対して、うん、もう対等以上のこう感じで来てるのに、うんうん、もうなぜか腐れ縁で続いてる、そういう続いてるっていうところの、うんうんうん、こうリアリティっていうか、その映画の中だけのリアリティみたいな、うんうん、だ私演じるってことができないので、うん、多分だからああいう状況に多分本当に置かれたら多分ああなると思ってああなったの、うん、ああなるんだろうなって感じですよね、うん、ああいうカップルがいたら、うんうんうん、私がそこにいたら多分ああなるんだと思うんですけど、まあまあまあわかるけど、うん、あれで浅見があのガチ怒りを延々ぶつけてる芝居をしたことによって、うん、こう藤田君の、あの不倫相手ですね、うん、あの彼のどうしようもなさというか、がすごく浮き彫りになるんですよね。出てる、魅力も出てましたよ。普通にのろけ的な喧嘩でずれてるっていうだけだったら、もう普通の仲良しカップルはなんか揉めてんなぐらいで終わるんだけど、こんだけガチで怒ってガチで嫌味言って睨みつけてやってるのに藤田君がニッコニコしながら、ね、やるやらないな、先にね逃げちゃったりしてね、そうそうそう、ちょっと置いてきぼりかみたいな。なんて浅見さんすごい良かったですね。ありがとうございます。映画での浅見さんは、ああピンク映画の浅見というと、何もやったっけ、だから夢心痴漢電車と助手おちゃしていいってことにはなんねんだよ。舞台のやつも出てるよね。あ、幽霊のやつが舞台のやつ先じゃないか。舞台のやつが先、いや違う、幽霊のやつ、旅館の幽霊ですね。で舞台の相川由依が出てきたやりまん政治のやつね、なんだっけ、絶対地上下し状況かがあって、あじゃあ4本か、意外と少ないね。あれでも5本くらいやってたイメージあったけど、まあ4本くらい何本やってんだっけ、8本ピンクですか、いや全部をひっくるめて、俺組の君っていうのは、キスミーがあるでしょもういきなり止まったな。でピンク4本やって5本で、レイプゾンビがあって、レッドスワードがあって、まあ、レイプゾンビ2も入れたとして、あ、そんなかなんかもうちょっとあったような気がしたな。まあ今回のレイプゾンビ2で浅見の出番が少ないっていうのは、まあそれもあるんですけど、もうこの間やったしいやっていうような。そうなの、また見たかった。いやいや、まあ、実はレッドソードがそこそこレンタルが成績が良かったらしくて、もしかしたら続編あるかもねみたいな話がちょっとあったんですよ。でまあ実際なくなったんですけど、レイプゾンビ2に無理やり盛り込まなくてもいいかなぐらいな感じで、続編の企画としてある程度の予算があってやることであれば、アマゾンの惨劇とアンドロイド VS クローン軍団バトルを並行してカットバックするところなんですけれども、うん、まあ、そこまでの予算があるわけでもないので、じゃあこれは次に引っ張ろうかと、うん、まあその次の続編は浅見のバトルがないともう物語が成立しないからね、そこだけが残ってるからねそっから始まることになるだろうけども、なんか浅見さんがねこういっぱい出てきましたよね。いっぱいっていうか、あれ親戚呼んでもらったんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、いとこさんに、ね、いとこさんとね、なんか親戚、はとこで親戚が2人ね、呼びました。そうなんですか。なんて答えたらいいんだろうかなって、まあ合成のブルーバックでね、浅見さんが5人いるってすごいビジュアルだなと思って思いました。カーテン開いてこう顔上げるとことか、ね、そう笑っちゃうでしょいやすごい、見たことないもの見たっていうね。最近のそのあれですね、浅見さんがレッドソードで転向してくる瞬間も、うん、こうずっと何度も蘇ってますけど、ここ数日はやっぱり窓をね、うん、カーテン開けたら、はい、浅見が5人立ってる、5人いるっていうのがね
カナエさん、もう一度私たちを助けて。今から気が重いですけどね。なんで気が重いんですか。いや、まあ、バトルはいいんだけど何やろうかなって。ロフトでバトルやるわけにいかないし、どっかにまあなんとなくこう戦いながら移動して、で、まあ、まあユイリーの、うん、なんかそのアンドロイドなんですよ。アンドロイドがね、テレポーテーション機能ついてたってことで、どっか違うとこ行けばいいじゃないですか。まあそれはあのそこにフレームインすりゃいいから。でもなんかあれでしょ、時空なんとか装置が出てくるんでしょ。ああ、そうですね。それをいち早く出しちゃえばいいじゃないですか。うん、それで時空が飛んじゃったと。なるほどね。まあそれはあるかもしれないですけどね。まあで、まあバトル5人いるからね。5人いるってことは4人殺せるってことだからね。すぐやられてもね、うん、まあ、すぐやられることはないけど、殺し方にこうちょっと面白いことができそうじゃない、うん、いろいろ。じゃあアンドロイドがどんな戦い方をするのか。あとやっぱりなんかこう周りが壊れるっていうのやりたいんだよな。周りが壊れる、つまりこう殴ったら柱が壊れるとかさ、なんかそういうのがね、なんか人間だけの盾もいいんだけど、なんかねこうダイナミズムに欠ける気がして、なんかこうほら狼族の時も椅子壊すとかやったけど、やっぱりチャチーじゃん、うんうん、とかああいうそのドア破るとか、なんかねそういう周りが壊れていく中で戦うっていうのはなんかできねえかなとか思いながらはいるんですけれども、苦労した点とかありますか。年間あのいやポーズを要は5パターン考えなきゃいけないですからね。それが大変でしたぐらいかな。そう、クローンで5人いるからね、あのみんな違うポーズをで決めてくれっていうあれですね、うん、まあ、2、3がねあのヒットすればこの続きもまだあるよということで、うん、まあ、この続きを、ね、このアクションをまた浅見に思う存分やってもらうためにはぜひこの作品に売れてもらわないと困るわけですから。そうですよね。でこの作品を見てあれと、浅見さんなんて少ないなと思った人は、うん、もうぜひたくさん買って、続編を成立させて、レッドソード2がないんだから、うん、やっぱりその分ちょっとね、レンプゾンビ4のね、そうですね、さらなる続編で浅見のアクションを、ね、絶対見たいなと。浅見のアクション見たいかー、おーってやってね、番組見たいおーってね、やってね、もらうとね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、そんな感じですね、はい、はい、ということで今日は、はい、浅見さんにお越しいただきました、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。前作に引き続き金井役で出演させていただいている浅見と申します。はい、まあ 2&3 の方はちょっとインパクト強い感じで出てきて、インパクトを残さない感じで出演が終わってしまうみたいな、まあ、そういう感じなんですけど、まあその続編、まあ、見たいなと、浅見アクションもっと見たいなっていう人、まあいっぱい買っていっぱい宣伝して、まあ、貢献しやがれっていうことで、まあ、よろしくお願いします。一つどうかね。はい、というわけで2013年リリースじゃないな、公開か、はい、2013年の春公開になります。で、まあ、同時期の4月ですかね、リリースになるらしいんで、皆さん頭の片隅どっかに今私が言ったことを入れておいて、はい、引き続きよろしくお願いいたします。あさみでした。バイバイ。カナエさん、もう一度私たちを助けて。